はいどうも皆さんこんにちはです。今回もねポケモンスカーレット&バイオレットやっていきたいと思います。はい、ということで前回ですね3つの不思議な贈り物セットの合言葉をね、皆さんにお伝えしたと思うんですが、その後でイルカマンもねもうすぐ配信開始するかもしれないと言ったと思うんですが、なんとですねつい先ほどイルカマン配信開始されました。ということで、今回はねそのイルカマンの合言葉を、皆さんと一緒に、共有して一緒に受け取っていこうというふうに思います。でこれどういうイルカマンかと言いますと、ポケモンのねヨーロッパ大会で優勝した人の手持ちにいたイルカマンがそっくりそのままね能力そのままにもらえるといった不思議な贈り物になるので、ぜひ皆さんこれ受け取った方がいいと思います。かなり性能がいいので、ぜひね受け取ってください。そしたらオンラインにつないでポケポータルに入りましょう。はい、でここ不思議な贈り物が一番下にあるので、ここに入ってシリアルコード合言葉で受け取ると、はい、でここでシリアルコードを入力できると。で今回の合言葉結構長いんで、一応ね画像も画面に貼ってると思うんですけども、口でね言っていくのでぜひ真似してみてください。そしたらいきます。ゼロ、次 C、 1 C、 V、 1 C、T、 0、 R、 G、 A、 V、 1、 N。 はい、これです。めっちゃ長いでしょ今回。マジで長いんですよ。まあなのでねゆっくり言ったので皆さん間違えずに打つようにしてください。というわけで、こちらギャビンのイルカマンかな、はい、受け取れますので受け取っていきましょうか。さあ、でこれねちなみに期間限定なので注意してください。もうこの動画見たらすぐ受け取るように皆さんしておいてください。はい、来ました。久しぶりやなポケモンの配布。イルカマンね、はい、イルカマンを受け取りました。手持ちのポケモンを確認してみましょう。はい、ギャビンさんのイルカマンね。さあ、じゃあせっかく受け取ったんで確認していきましょうか。おお、おるおる、この子ですね。はい、あ、色違いではないんですね。パラフィンですね。水テラスタイプで持ち物神秘の雫ですね。もうテラレイドバトルとかねしかやってない僕からしたら何の縁もない持ち物ですけども、アイテムですけどね、やっぱりこういうものをチャンピオンのクラスになると持たせるんですね。はい、技構成ジェットパンチ、ウェーブタックル、黒い霧、守るとなってますね。はい、で特性がマイティチェンジ、マイティフォルムに変化できるという特性になってます。はい、努力値が HP と攻撃にめちゃめちゃ振ってますね。はい、こんな感じになってます。でリボンがね、ついてます。バトルチャンプリボン、これ限定の証ですね。はい、これもつけておきましょう。意地っ張りな性格。はい、こんな感じになっております。で限定配布ポケモンということもあり、プレシャスボール入りとなってます。はい、ぜひね皆さんこれ受け取ってください。親はギャビンになってますねやっぱりね。はい、ということで今回はイルカマンの配布がついに開始されたということで、合言葉と一緒に皆さんにお伝えしてきましたけれども、このなんとイルカマンの配布ですけども4月の18日の朝8時59分までとなっております。配布期限がね、なのでそれを過ぎるともう受け取れなくなってしまうので、ぜひね皆さん忘れないように受け取ってください。もうねこの動画を見た瞬間に受け取るといった感じにしておいた方がいいと思います。で一応補足なんですけども、このイルカマンねプレシャスボール入りに入っているんですが、まあ、残念ながらねプレシャスボールは子供に遺伝することができないので、まあ、メタモンとかでね卵作ってもモンスターボール入りが生まれてしまうので、そこはね気をつけてくださいということですね。で今ですね、ポケモンの海外のチャンネルでね
ライブ配信されてるんですよね、ポケモンの大会が。で僕もちょっとねその合言葉チェックしに見に行ったんですけども、本当にね結構白熱してて頭脳戦バリバリにやってたんで、ちょっとね興奮して、さすがやっぱすごいなと思って、国際大会はね、うん、なのでぜひね皆さんも、まあ、ポケモンが好きな方多いと思いますので、あの大会ねちょっとどんな感じかっていうのを一度覗いてみてはいかがでしょうか。結構ね面白いです。なんか英語の実況とかもあるので、なんか結構本格的にちょっと大きい大会なんだなっていうのが分かるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ今結構リアルタイムでライブ今されてますんで、ぜひね、見てみてください。でこれ冒頭にもお話ししたんですけども、このイルカマン配布の前に配布が、行われておりまして、なんとそちらがですね結構美味しい配布になってます。っていうのも3つね3種類の不思議な贈り物が同時に配布開始されたということで、知りたい方はぜひね、合言葉も一緒に発表しているので、前回の動画を、概要欄にリンクで貼ってますので、そちら見ていただきたいと思います。まあボールがね結構5個ずつやったかな、いろんなボールが5個ずつ手に入ったりとか、あとは不思議な飴と元気な塊もそれぞれ10個と5個手に入るということで、まあ、結構ねありがたい配布になってると思います。でこちらのですね3つのセットの不思議な贈り物に関しては受け取り期限が10月2日となってるみたいなので、まあ、かなり余裕があります。ですので、まあそんなにね急がなくてもいいんですけども、まあ、一応ですね、忘れないように今のうちについでに受け取っておくのがいいんじゃないでしょうかということで、ぜひね動画の方見ていただきたいなと思います。はい、というわけで今回はね、こんな感じで終わりたいと思います。またこういったね配布情報とか、まあいろいろポケモン SV にまつわる速報なんかもねどんどんお届けしていきたいと思います。あとは攻略動画とかもねいろいろ撮ってるので、ぜひね僕のチャンネルの動画いろいろ見に来ていただいて、チェックしていただけたら嬉しいと思います。で最近の動画ですと最強爆粉レイドですね、今絶賛開催中ですけども、まあ、皆さんの中にはね、なかなか倒せないっていう感じで困ってる人もいるかもしれないので、僕の動画を見ていただいたらもう 100% ね安定してソロで勝てるポケモンも紹介してますので、ぜひ、そちらも見ていただけたら嬉しいというふうに思います。はい、というわけで、今回はこれで終わりたいと思います。もしよければね、チャンネルの登録と、あとよければこの動画の高評価もよろしくお願いします。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。I'm slow, got blurry vision, I fall into a trap that I made.